今から富山県立中央病院についての質問事項についてお話しさせていただきます。私、富山県薬製作科の清水です。富山県立中央病院薬剤部の北川です。学生時代になぜ県庁を選んだか、公務員職場を選んだかの理由についてですが、私は親が転勤族だったこともあり、いろんな県に住んできたんですが、今までトータルすると富山県に一番長く住んでいて、富山県がすごく住みやすいなと感じたので、富山県での就職を選びました。で、公務員を選んだ理由については、福利厚生がしっかりしているっていうのもあるし、富山県庁を選んだ理由としては、大学の先輩が働いていたというのも大きな理由の一つです。実際に入ってみての県庁の魅力については、県庁や病院、研究所など、いろんな職場で経験を積むことができるため、幅が広がることが魅力かと思います。公務員職場の雰囲気ですが、とても硬い職場かなと思って入ったんですが、実際は笑いもあり、硬い場面もあるというところで、特に公務員だからという特有の職場雰囲気はありませんでした。困ったことがあれば先輩方もいろいろ優しく教えてくれる職場が多いです。働いていて大変だったと思ったことなんですが、私は病院で働いているので当直業務があるので、それは少し大変だなと思っています。休暇の使い方や職場の雰囲気についてですが、休暇はわりかし取りやすい職場になっているので、夏休みは特に5日間取れたりするので、コロナ前ですと海外旅行に行っている方とかもいたような感じです。で、職場の雰囲気はみんな優しいので何でも聞きやすい雰囲気なので、とても恵まれているなと感じています。社会人学位の取得の例についてですが、研究職場で関連する研究を極めるため、社会人博士課程に通い、博士号を取った例があります。あくまで自分で通学、取得するものになりますが、職場の理解もあり、研究はいろいろアドバイスをいただき、関係する業務の研究ともリンクする状態であったと聞いています。病院と行政とをやってみて感じたメリット、デメリットですが、私は病院薬剤師として5年働いた後、行政の薬剤師として仕事をしています。病院での経験として、医師、看護師、または自分がお薬を扱ってくる中で感じていたことを、行政薬剤師として薬品を作る製造所を調査する中で、そういった経験も活かしているというところがメリットかなと感じています。また、デメリットにつきましては、私は病院薬剤師の時にあまり法令等をしっかり勉強したことがなかったので、行政薬剤師を始めるにあたり、法令を一から勉強するところが少し仕事として大変だったかなと思っています。今では法令についてはしっかり理解できるようになっているかなと思います。公務員試験の勉強についてですが、富山県では令和2年から一般教養試験を廃止しています。国家試験程度の専門試験と適性試験、面接試験のみとなっています。募集要項の詳しい話はここではお伝えできませんので、また要項が出てから試験科目等をしっかり見ていただきたいと思います。県立中央病院への移動及び移動先、配属先についてですが、移動希望調査が年に一度取られるので、そちらの移動希望と、あとはポストの空き具合と適性を見て判断されます。基本的には2、3年に一度移動するタイミングがありますが、病院ではもう少し長いスパンになります。引っ越しを伴う移動などについてですが、富山県内はおよそ1時間で車、電車で移動できる県となっていますので、引っ越しは基本的に必要な移動はないという形になっています。1週間前くらいには移動内示がありますので、
それに基づいて準備ができます。また、遠方として国等への出向等の移動については、さらに余裕を持って移動内需がありますので、引っ越しに伴う旅費も含めて問題がないと感じています。また、令和4年度4月1日より、富山県に経済基盤がない赴任者の赴任旅費が再開される予定となっていますので、哀嘆者への朗報かと思います。今回お話しした詳細については、富山県職員薬剤師職 PR ページから検索してください。ご清聴ありがとうございました。